続いてはズームアイのコーナーです今回は野菜王国昭和村フォトコンテスト10年の歴史を振り返ると題して実行委員会会長の角田康夫さんを招きしお話を伺っていきますどうぞよろしくお願いしますさて、えー、角田さん早速お話を伺っていきますが、はい、このコンテストも早いもので10回目の開催を終えたということなんですけれども、はい、これ。 じゃあもう2010年ぐらいからですか2010年から始まって昨年で10年、ええ、第10巻終わりましたあ富山ですねそもそもこのコンテストはどういった経緯で始められたんでしょうか、うん、はい、実はあの昭和村が平成21年の10月に、はいえー、北海道の美衛町の呼びかけの日本で最も美しい村連合に加盟したということから始まりまして、はい、でも美しいって 自分でのおかしいんじゃないかということでえ私たち写真クラブではそんなに美しいかなということで外の人たちに来てその美しさをえ映像にしてもらって納得できるようなことをし,したらいいんじゃないかということでえ話を出したらこちらに振られちゃってでそれじゃあ,あのせっかくやるならばメジャーになるような形に。 持ってきたいなということで実行委員会を立ち上げましたで、今のカメラってのはボタンを押せばすぐ映るような時代ですので、はい、子どもたちも参加させてジュニアの部を設けたらということで始まりましたうあのどういった作品が集まりましたかえ、ね、あの最初はガイドもしたんですけれども村中のあちこちの 年間を通して、素晴らしい作品が集まり出しました。季節問わず、そして、ね、昼夜問わず、いろいろな作品が集まったようですね。ね<ー>はい、あの、よく村地を歩いてくれたなと思います。まあ、なかなか、その、まあ、お昼で見る景色もあり。先ほど、なんか夜の景色もあってね。うん そして子どもたちの表情もありますけれどもね、うん、自然人と様々ですよね本当ですよねいろんな角度からこの昭和村の魅力が、えー、伝わってくるなという印象がありますけれども、はい、あのこれまで10年の歴史がありますからやはりいろんなエピソードがあるかと思うんですがいかがでしょうか、はいえー、昭和村の 畑の方を走ってると畑の中まで実は舗装されてるんですね。な、はい、もんですから外から来た人たちがあの畑を通ってるうちに道に迷っちゃったとうそういう人がだいぶ出ましてあどうしてだろうなと思ったらまあ畑に聞くわけにもいかない人人に会わない人と、うん、いうようなことがあったりあるいはあのメジャーにしようと思って。えー と連携している横浜市持ってって<う>作品を市役所に展示したり<ー>あるいは群馬ちゃんち持ってって、えー、展示しながら野菜の販売をしたりして呼びかけてましたら「<ー>あら先生じゃない」なんて言われちゃって<ー> <laughs>、えー、50年以上前に送り出した卒業生に会ってその後交流が続いてるとか<ー>それから、えー、ジュニアの分を設けたもんですから。 え子どもたちに現場を出しなさいよつうとお母さん連れてくるんですね<う>なんかなと思ったらお母さんのスマホで作品作りしていたというようなこともありますそれからあのメジャーということでは、はいえー、日比谷公園にある、えー、緑のプラザのところで全国のグランプリだけ集めた作品展示があるんですよそれにもシ村が出せるようになってだいぶ経ちます 写真を通じて、まあ、人の縁とかねそういったつながりも見られたというところでやはりこうメジャーへの思いというのは強かったんだなというふうに思いますけれどもねそのコンテストですが、はい、10回目の開催で角、うん、田さん一旦幕を閉じるということですねはいも,うもらう取り尽くすぐらい取ってもらっているし。はいえー、するので、えー メジャーにするにはど,こはどうにしたらいいかというようなノウハウも分かってきたりするのでここで一旦10年間をまとめて本にしたいなと考えました、うん、そしてまあ10年目の区切りとして発行されたのがこちらの写真集ということになりました。はい、まあ本当にあの いろんな角度から撮った作品がね集まりましたけれども、これこの中に掲載されている写真というのは何点ぐらいあるんでしょうか。掲載されているのは同じっぐらいですかね。そうです。はい、なかなか厳選するのもちょっと難しかったんじゃないでしょうか。え、あの昭和村をまんべんなく紹介したいもんですから、昭和、はい、村の地図にどこで撮影したとかみんな落とし込んで、えーはい、そして 行事やなんかもムラなく入るように、はい、大変骨折りましたああ、でもそれありがたいかもしれないですね,ね<ー>写真好きにしてみればここに行けばこういった写真が撮,ら撮れるという,、うん、ういうことが分かるわけですもんねそうですよね<ー>そしてあの私角田さんとは取材先でお会いしたこともありまして、うん、写真を撮っていただいたこともあるんですがあのご自身も写真を趣味にしてらっしゃるんですよね、うん、え、あのう本当コロナで出,出られないんですけど前はい 海外もズーム行きましたし、<ー>そして今まで、えー、撮った作品をこの村野と同時進行ぐらいに、はい、自分の作品もまとめてみました。そ、えー、の写真集スタジオにお持ちいただきましたが見せていただけますか。はい。出していただいて。それがその作品が作品集がこれです。ほう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 。 タイトルは寄り道とあります。うん、どんな思いが込められた写真集になりましたか。え、まあ、あの。本職の仕事の傍らやってたもんですから。<laughs> でも、あの中身は、えー、自分のあちこちのコンテストに出した。入賞作品の上位のものだけ集めたものです。まさに角田さんのこう即席がわかる写真集になってますよね。よねいや、本当に。いや、もう、なんか。 ずっと見てら、ね、そんな「寄り道」というね写真集もご紹介をしましたけれどもいろいろな思いが残るこの10年かと思いますがあの一旦コンテストはこういった形でまあ終えるということなんですけれども松野さん今後については何かお考えのことがあるんでしょうか、はい、あの集まった入賞作品だけでも 650点以上あります,ですでこれをどう生かしていくか活用するかという問題もあるし、うん、例えば、えー、村の中に全国を走ってるトラックの業者もいます、うんはい、そういうところにです、ね、今まで使っていたらお金をかけてラッピングして走ってもらうとか、うん、いろいろ生、えーあのー、かしていったらどうかなと考えています。 ね、これからも素晴らしい作品が多くの人の目に触れる機会があるといいですよね。ねうん、今日は野菜王国昭和村フォトコンテスト10年の歴史を振り返ると題し実行委員会会長の角田康雄さんにお話を伺いまましししたたどううもありりがとうございましたズームアイをお送りしました。